1977年の当駅と、周囲約500メートル範囲。下が、広尾方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成中札内駅は、かつて、北海道火星群中札内村座札内に、存在した日本国有鉄道広尾線の駅である。電報略号はなさ。 疲労線の廃線に伴い、1987年2月2日に廃駅となった。廃止時点で2面2線の相対式ホームを有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム中央部分と対向側ホーム南側を結んだ、構内踏切で連絡していた。駅舎側ホームが上りの一番線、対向側ホームが 下りの2番線となっていた。対向側ホームの外側一線を側線として有し、その他、1番線の帯広方から分岐し、駅舎北側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物側線を一線有していた。職員配置駅で、駅舎は校内の北西側に位置し1番線ホーム中央部分に接していた。回収されていたものの、土壁と板張りの駅舎であった。 当駅が所在した地名より、地名はアイヌ語の札内に由来し、札内側の中流に位置することから中を冠している。1981年度の1日あたりの乗降客数は232人。跡地は鉄道記念公園として整備されている。駅舎は撤去されたものの、公園入り口に蒸気機関車の動輪を使ったモニュメント、腕木式信号機、 レール、アスファルト舗装されたホームが保存され、ホームに横付けされた形で、有害者2両が生体保存、展示されている。公園の敷地は長く伸びていて、線路跡を利用していることがわかる。ありがとうございます。